こんにちは、県民生協敦賀きらめきのトレーナー松です。今日はチェアヨガでタオル体操、みんなと一緒に頑張っていきましょう。はい、皆さんのご自宅にはフェイスタオル、手ぬぐいですね、ありますでしょうかね。今日はタオル1本と椅子1個でできるタオル体操をご紹介いたします。では早速やってみましょう。はい、じゃあまずチェアヨガの基本姿勢を復習してみましょう。だいたい座面ありますよね。座面の半分のところにお尻を持ってきて浅く座ります。そして膝はだいたい90度ぐらい、膝とつま先がまっすぐ前に向くようにしてください。足を開く幅はグーが、膝の間に2つ軽く入るぐらい、腰幅ぐらいに開いておきましょう。これで下半身は完成です。次、腰ですけれども、皆さん手で腰骨のところに手を添えていただいて、ぐるっと下に骨盤を回すつもりで力を入れると、おへそが少し上を向いて軽く胸を張る状態になると思います。はい、これで OK です。はい、今日はこの呼吸と深呼吸を合わせますが、チェアヨガの深呼吸は鼻から3秒で吸って、鼻から3秒で吐き出します。はい、これを使いますので覚えておいてください。はい、じゃあ次はようやくタオルの出番です。はい、タオルはだいたい肩幅ぐらいですね、だいたいでいいですね、肩幅ぐらいに絞っていただいて、目の前にこのように上げておいてください。そして息を鼻から大きく吸いながら上に上げます。はい、そうですね、今度は吐きながらですね、吐きながら頭の後ろにぐーっと持ってきます。この時タオルをしっかりと持っておいてください。そして肩甲骨の間がぎゅーっと狭まってきますね。はい、で下まで下げ切って、ああもう限界だなと思ったところでストップです。この時しっかり胸をぐっと張っておいてください。この状態をキープしながら先ほどの深呼吸を3回行います。はい、鼻から吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐きましょう。はい、じゃあ程よく力を抜いていただいて、息を吸いながら頭の上にタオルを上げて、息をゆっくり吐きながらリラックスして目の前に戻してきましょう。はい、お時間のある時にこれを1回につき3回していただくと、より効果が感じられやすくなると思います。はい、では今日は簡単でしたが、タオルを使ったタオル体操を紹介しました。これは、肩や肩甲骨周りの血流を良くすることによって、凝りなどをほぐして、リフレッシュしやすい体を作ることができます。はい、皆さんもお時間のある時にぜひタオル体操やってみてください。ではまたお会いしましょう。